ーとブルマの貢献度を比較してみて、驚きの深い洞察が明らかに。孫悟空とブルマは、ドラゴンボールシリーズにおいて重要なキャラクターです。彼らは物語の展開において独自の役割を果たし、その貢献度は非常に大きいものとなっています。では、この二人の貢献度を比較してみると、驚きの深い洞察が得られることでしょう。孫悟空はドラゴンボールの主人公であり、彼の冒険と成長が物語の魅力の一つです。彼は戦闘力の強さや驚異的な技を持つことで知られており、悪の勢力に立ち向かうヒーローとしての役割を果たしています。彼の存在は、物語の展開や戦闘シーンにおいて非常に重要であり、ファンにとっても欠かせない存在です。一方、ブルマは孫悟空とは異なる役割を担っています。彼女は機械工学の天才であり、物語の中で様々な発明品を開発することで知られています。彼女の発明品は、主人公たちの冒険や戦闘において重要なツールとなり、物語の進行に大きく貢献しています。また、彼女の知識やアイデアは、仲間たちの助けとなり、問題解決の鍵となることもあります。このように、孫悟空とブルマはそれぞれ異なる貢献度を持っています。孫悟空は戦闘力やヒーローとしての役割で物語を支え、ブルマは発明品や知識で物語を豊かにします。彼らの存在は、ドラゴンボールシリーズの魅力の一翼を担っており、ファンにとっても重要な存在です。最後に読者の皆さんへのコメントですが、孫悟空とブルマの貢献度を比較することで、彼らの重要性や個々の役割について深い洞察が得られることでしょう。彼らの独自な才能や魅力は、ドラゴンボールシリーズを特別なものにしています。ぜひ、物語の中で彼らの活躍を楽しんでいただき、その貢献度に改めて注目してみてください。この回答は専門ライターによるものであり、正確性や客観性を保証するものではありません。一般的な情報や意見の提供を目的としており、専門家の意見や個別の状況に基づく助言ではありません。詳細な情報や専門的な助言を必要とする場合は、専門家や信頼できる情報源にご相談ください。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。